昨日開会した臨時国会。先月の参院選で当選した議員たちが続々登院してきましたが、その中に注目の若手が。もともと厳しいという選挙区の情勢の中で、それでも必ず勝つと。今回の参院選、岡山選挙区で2期目の当選を決めた自民党小野田紀美参院議員。今回の参院選、岡山選挙区は注目の中にありました。自公連立政権の中、通常選挙戦は公明党の推薦協力ありきで進められるのですが、政党が違うのですから、選挙は他党の推薦ありきでやるのではなく、それぞれ自由にやるのが自然ですよね。小野田議員は支援を得ないことを決断し、選挙を戦ったのです。苦戦も予想されていました。しかし蓋を開けてみれば、時点に20万票近い差をつけた圧勝。自公の選挙協力や党と政治の在り方に一石を投じました。一方で選挙終盤では、安倍元総理の銃撃事件が影を落としました。事件前日、岸田総理が岡山入りし応援。その夜には安倍元総理も岡山に入り、小野田議員の応援をしていました。後半にああいったことがありましたので、最後まで笑顔でというわけにはいかなかったんですけれども。安倍元総理亡き自民党の今後は、憲法改正への動きはどうなっていくのか、そして今議論となっている政治と宗教の関係については、自民党若手注目株の小野田紀美参院議員をお招きし直接伺います。ではゲストをご紹介いたします。先日の参議院選挙で2期目の当選を果たされました、岡山のジャンヌダルクこと自民党の小野田紀美参議院議員です。小野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということで注目の若手議員ということで、ネット上で非常に、ね、注目されていらっしゃいますけども、まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれないということで、まずは1分間ですね、自己紹介、PR する時間を取りますので、ご自由に1分間、はい、今60と出ましたのでカウントダウンされていきますので、カメラに向かってですね、1分間お話しいただければというふうに思います。はい、もうご自由に大丈夫です。それではよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。参議院岡山選挙区、小野田紀美です。39歳です。いろいろあるんですけれども、ちょっと正直岡山のジャンヌダルクっていうのやめてほしいなと思ってまして。すいません、自らのキャッチコピーでもない、私つけたわけじゃないんですよ。ジャンヌダルクって最後火炙りなんで、かなりあらなんかちょっと不穏だなって全く言ってないです。誰が言い出したかわからないんです。ということで、自己 PR というんですけれども、はい、私はもうただただ地方議員出身なので、コツコツ地に足つけて、あまり目立たずにやるべき仕事を一生懸命やっていきたいので、できればあんまり注目しないでほしいです。これからもそっと見守ってください。頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。時間は、ね、余りましたけども。さあ、そんなですね、小野田さんに今日は伺いたいこととして、大きく2つテーマを掲げましたのでご覧いただきます。はい、まず、先ほどもありました、選挙協力求めずに勝利と、で、まあ、党と個人の関係について伺っていければと思います。そしてまた安倍さんが、まあ、いなくなってしまった後のですね、自民党が今後どうなっていくのかということも考えていきます。さあ、一つ目ですけれども、まずはですね、連立を組む公明党との選挙協力なしでの戦いということだったんですけども、その、まあ、ツイートがこちらになりますので見ていきましょう。小野田さんがこうツイートされました。まあ、政党が違うのですから、選挙は他党の推薦ありきでやるのではなく、それぞれ自由にやるのが自然ですよねと。公明党さんの推薦見送り検討共感しますということですね。これまず今年1月の段階ですよね。はい、これはもともと公明党が選挙協力見合わせ検討というニュースが飛び交った後に対して、その小野田さんがツイートされたものなんですけど、これまずどういった思いだったんでしょうか。どういった思い、どういった思いというか、まあ、私も基本的にあまり宗教と関わってこなかったので、はい、あまり創価学会にも行ってなかったんですけど、行ってこいって言われたんで行った時に、今回は全国的に相互推薦しない方向に決まりましたってあちらから言われたので、いいと思います
って言って、その次の日ぐらいにあのニュースだったんで、その思いをそのまま書いたっていうだけで、別にここがきっかけじゃないんですよね。ずっと前からのことなので、はい、なんかここがきっかけだみたいに言われてるのが、うん、マスコミ何にも分かってねえのに書くなすぐって思ってました。ただあの現実的に選挙でこう戦っていくにあたっては、やっぱり、ね、支援してくれる人一人でも欲しいと、うん、ましてや組織であれば団体としてこう票が、ね、塊で読めるところがあって、まあ、言ってみれば多くの候補者はあのぜひ応援してほしいと思うところなんだろうなと思ったりするんですけども、特にその連立政権を組む公明党であるならば、はい、そこはもう堂々とお願いしますと言っても良さそうなところなのにっていうところもあったりすると思うんですけど、ここはいかがですか。まあ、自民党もある種組織なので、うん、自民党の職域支部って言ってそれぞれの例えば JA とか、はい、とか郵便局とかいろいろあるので組織を完全に、うん、ノーとするというつもりはないんですけれども、うん、ただ私昔からの地方議員時代から俺50票持ってるからとか、はい、俺100票持ってるからとかいう言い方がすっごい嫌いで、一人1票しか持ってないんですよ。私たちにとって選挙権っていうのは本当に貴重な1票で、誰かの持ち物じゃないし、誰かが右向け右って言ったら入れていいものじゃないと思ってるんで、私はもちろんどなたからでも票をいただきたいし、でもそれは誰かに命令されたとか組織が上から言ったからじゃなくて、小野田を見た上で女らお前ちょっと頑張れやって一票が欲しいので、そのなんだろう、人の票を拒否したんじゃなくて、うん、お一人お一人に見てもらった上で考えてもらいたいと思っただけです。それで何が難しいって、はい、普通は勝てないわけですよ、はい、うん、組織の力がないと自分で全部やらなきゃいけないしみたいなことも含めてね。だけれども今回の選挙で圧勝されてるわけですよね、うん、その選挙の強さみたいなことってご自身の中ではどういうふうに思ってらっしゃるんですか、うん、いやもう自民党はめちゃくちゃ応援してくれましたから、はい、その組織がないと言ったって私は自民党公認、まあ、これはすごい強いことで、うん、その自民党は自民党公認じゃなくても市町村議員 の隅々までにやはり同じ考えの人たちはいますし、地域にも党員になってくださっている方たちがいるので、うん、そういった意味ではその自民党という組織はもちろん助けていただいているから、はい、組織を全く拒否しているわけじゃない、その力があって、うん、なおかつこの6年間怒られているところではあるんですけど、私お偉いさんのところとか大企業とかあんま回ってなくて、うん、それでだいぶあいつ挨拶に来ないって言われてるんですが、はい、その代わり一軒一軒本当に一般の人たちとの交流を大事にしてきたので、まさにそのドブ板を、うん、あの地に足つけて全県を回ったっていうことと、あとはネットドブ板、はい、あの参議院って薄く広いので何やってるか分かんない、はい、で見たこともない、いらねえよ参議院なんかって言われがちなんです、うん、なのでネットでこういう質問してますよとか、こういう会議に出てますよって、うん、こういう思いを持ってますよっていうのをいかにそのネットでドブ板して一人一人に届けるか、うん、これは6年前からやっぱり自分のウィークポイントを考えた上で計画してやりました、はい、自民党とは言っても結果的にはそれこそ公明党もそうだし、今言われている旧統一教会も含めたし、いろんなさまざまな組織に頭を下げて塊としてもらってくると、それは自分だけじゃなくて党としてもそれをやってきて、うん、そうしてまあ今の基盤があると思うんですけど、もっと自力で頑張れみたいな思いでいらっしゃるってことです。つまりいろんな協力を得なくても自民党としてもやっていけるはずじゃないかと、そこはいかがですか。それはあの安倍総理も私の応援に来てくださった時に、これは自民党の名誉をかけた戦いだって動画残ってるんですけど、この選挙区で圧勝することがまあ日本を守る政策をより強力に前に進めることができる力になるんだとおっしゃってたように、まずやっぱり自民党が挙げた公約、そこに投票していただいている以上、自民党が一人でも立てるようになって初めての連立だと思うので、やはりそれはそのまず自民党が強くあるべき、自分の政党で自分の支援者の思いをしっかり受け止めるっていうのはやっぱり譲ってはいけない一線なのかなと思いますし、やりたい、はい、こう確認しておきたいのは、今組織票の話がありました、小野田さんが今回独立したいと思われたのは、まあ、公明党という枠組みからの独立の話なのか、いわゆるこう創価学会というようなこう宗教団体の支援につながるようなものとのまあ独立だったのか、それとももっと企業団体を含めた大きな意味で組織票からの独立だったのか、これはどこがどういうプライオリティが難しいですね、うん、本当にその喋り出したらキリがないんですが、例えば私はあの献金を一切受け取らないし、パーティーも開かないんです、政治資金パーティーもしないんです、貧しい事務所ですけど、それはやっぱりそのある程度何かの恩を一定の企業であったり一定の宗教であったり一定の団体からドンと受けると、そこにこう紐を引っ張られてしまうことがあり得ると。そうですね。うん。で、その例えばですけど、まあ、どの宗教とは言いませんが、
A 宗教の日本人と B 宗教の外国人がいたとして、じゃあその B 宗教の方たちは日本人で違う宗教の方がこれが正しいと言ったとき、それと外国人で同じ宗教の人がこっちをやってくれって言ったときに、そこの利益が反したときにどっちの味方するんですかっていうところがやっぱり気になっていて、そのときに自分の宗教と違っても日本国民ですって即答できる人じゃないと信用できないし、そういう意味でも、まあ、その何のためにやるのかというときに、私は常にやっぱり日本国と国民の国益を考えたいので、どこかにこう弱みを握られたり紐付きでいるっていうことが嫌。ただ国民からみんな一票一票もらってるので、それ紐付きではあるんですが、ただそれはやはり多様な意見を背負っているから、その中でベターを選ぶのであって、人質に取られた政策っていうのはしたくない、ただただ国益を追求したいって思いだと、例えば新党政治連盟が何かその自民党の政策にものすごい影響を与えるかというと、私はそう感じたことはなくて、確か今回も私選挙の時に政策協定結んだんですけど、靖国に行ってくださいねぐらいで、でもそれって別に新党政治連盟に言われたからじゃなくて、私は自分の意思で行ってたものだし、だからその自分というベースがあって、そこにあの 共感をする人が応援してくれてるっていうぐらいの感じだと思ってるんですね。 なのであくまでベースがここであって、政治イデオロギーがまあ同じであればそれはまあ違和感ないよねっていう話。ただまあできればまあ団体というよりは個人個人に応援してほしいという気持ちはありますけども、ただそのそういったその新党政治連盟って議員の連盟なんで、その議員の仲間の会合であって、結局その新党直接じゃないんですよね。私も1年に1回ぐらいしか出てないんでよく分からない。まあ、ジレンマがあるのは、ある程度自分たちの主張を政策に反映させようと思うと、まあ、まとまらなきゃいけないっていうのもあるじゃないですか。だからそこがそのまとまりそのもののあり方をね、いやまあ問題提起されているのかなという思いもあるんですよね。だから一切の団体というつもりはないわけではない。例えばじゃあその今苦しい状況にある旅館とか、その他の飲食とか、銭湯、ね、組合の皆さんとか、いろんなその困っていることを共有して教えてくれるっていうありがたい存在でもあるので、それを一回全部切ってしまうと、本当に一人一人にヒアリングをしないとわからない困っている状況がっていうのがあるから、まとまってくれるっていうのはある種その提言をいただくときにはありがたくはあるんですが、その一般的なその他の団体と宗教関係の団体の違いって絶対かどうかだと思うんです。要はあの自民党も自由党なんで、あの自分党なんで、自民党の党員が全員私応援してくれるかっていうと知らねえよっていう人もいっぱいいるんですよ。そこには自分の意思があって自由があって、それは私は健全なことだと思うんですけど、まっすぐ教義に沿って意思乱れずまとまってる団体っていうところには、そやっぱその俺は10票持ってる、俺は何万票持ってる、これが鼻につくんですよ。1票だから一人一人の大事なって思う。いやそれだけにね、いやちょっと悔しい思いもありなんじゃないかなと思うのは、その旧統一教会の関係はまさにその清和会の皆さん脈々と受け継いできたものがあるのではという指摘などもあって、まあ、今回岸防衛大臣も、まあ、応援受けてましたよと、まあ、でもそれは適切かどうかというのはこれから、ね、見直さなきゃいけないという話もあったりして、これまでの積み重ねてきたこの自民党が変わるのかどうかというのを、小野田さんが言うのは多分なんか説得力は多分あると思うんですよ、あの断ち切って選挙勝ってるから、その辺っていうのは問題意識はめちゃくちゃ怒られてますからね、こう断ち切ったことも、誰に怒られるんですか一番は。これで口すばらしたら怒ってですよ。あでも世間で言われてるみたいに茂木幹事長に怒られたわけじゃないです、要は自分の力で立てない人たちに怒られます。あなるほどね、邪魔すんなってことでしょうね。それにあの別に公明党の人たちもあの国会議員とか地方議員も一人一人はすごいいい人なんですよ、ね、真面目な人多いですし、そうそうそう真面目な人多いですし、です、ね、だから決してそこと喧嘩してるわけではなくて、あくまでそう自分たちで頑張って戦おうねっていうことと、あと有権者の選挙協力っていうのも、あの例えば選挙区は自民党、比例は公明党とか、選挙区は、じゃあ立憲、比例は共産とかあったのかもしれないですけど、その代わりに選挙区は例えば共産が出したところもありましたよね。であとそういう時にそこの選挙区民がどう思うかですよね。例えば俺は自民党に入れたいんだっていう人に自民党という選択肢が与えられない選挙区があること、そして例えば俺は共産に入れたいんだっていう人が選挙協力のせいで立憲にしか入れられないっていう選択肢しか用意されない、これはやっぱり民主主義として自分が応援しているところに一票入れたいっていう選択肢を
勝手なその党同士の選挙協力で奪っていくっていうのはどうかなと思います。ありがとうございます。そうした中ですね、選挙戦の終盤に、VTR にもご覧いただきましたように、事件が起きたということで、その前日には、小野田さんの応援に安倍さんは入られていたということですよね、はい、今改めてどんなふうにあの事件について思ってお考えでいらっしゃいますか、という思いを持っていらっしゃいますか。選挙中選挙カーでこうやって手を振ってたらここに安倍総理撃たれて心肺停止って出て、正直何が何やら分からなくて、絶対大丈夫だと、ここで折れるわけにはいかないって選挙続けたんですけど、結局残念な結果になって、多分どんな自民党議員もそうだと思うんですけど、今はとにかく仕事しなきゃいけないから一回置いてるんですよ、その整理できない気持ちを。だけど今みたいに動画とか出ちゃうとやっぱり耐えられない部分があって、どう受け止めてるかというのも正直受け止められてないです。失った穴があまりにも大きすぎると思ってます、言ってみれば支柱みたいなものがね、ぽっかりなくなって、総理大臣ではないですけれども、やっぱりなんだかんだその影響力含めてね、あったと思うんですけど、その、今後どういう形でこう自民党がね、今後に向かって進んでいくのかってところについては、小野田さんはどういう思いでもってこう向き合ってらっしゃるんですか。もともと自民党ってこれでバラバラになるんじゃないかとか言われるんですけど、もともとバラバラなんですよ、400人ぐらいいるけどみんなそれぞれ考えてる。だからバラバラだったのにまとまってたのは安倍さんのおかげってところはなんだかんだあったんだと思います。まとまってないんですよ。それこそ菅政権であろうと岸田政権であろうと最終的に安倍さんがグリップしてくれててっていうところがあったんじゃないかと。いや、多分皆さん国会しか見てないからまとまってるって思うかもしれないんですけど、自民党の部会とか見たことあります？もう大喧嘩ですよね。1個法案が出てきたこんなもんどうすかみたいなとか、これは絶対認めないからなとか、そういうその党の中でむちゃくちゃ議論をして上がってるから、党内手続き通った後はもう諦めて、そこでちゃんと議論した上で通そうねなんで、だからまとまってるように見えますけどまとまってない。いや、だから小野田さんこそまさに安倍派じゃないのにその慕う気持ちがあって、で安倍さんが亡くなった後、その安倍派はそのトップを決められないぐらい、その派閥ですら一人ずつに、一つにまとまってますよ。だけど誰がトップにするかというと安倍さんの穴が大きすぎてならないと、なってくると、その派閥を超えた形でまとめてきたのは、言ってみれば安倍さんの存在はやっぱ大きかったと。なるほど、愛されてましたからね。そこが抜けてどういう形をイメージしてるのかっていうのは、こう小野田さんの、今後の政治活動の中で非常にやっぱ大きいと思うので、支柱を失ったと思ってる人結構やっぱり政治家の中でいらっしゃるんだと。で、引っ張り上げてくれる人だったと思う。小野田さんもその中の一人だと思いますよね。どうなんでしょうね。安倍総理と、もちろん安倍総理大好きでしたけど、政策面で折り合わないところもありましたし、決して全てOK っていう盲信的なことではなかったんですけど、ただ偉大な方で、それがいなくなった時にどうなんでしょうね。私たちのどっちかというと、私は保守で自分ではないと思ってるんですけど、その保守の人っていうのは自民党の中では私はもう少数派なんじゃないかなと思っていて、その人たちが戦っても勝てなかった時に、でも最後安倍総理が何とかしてくれる、今回の防衛費の 2% の件もそうです、骨太の方針に入れるかどうか、戦って勝てなかったけども安倍総理が何とかしてくれた、日本の未来のために、でももうそこに甘えることはできないんですよ。私たちが必ず他の政党にちゃちゃ入れられたかって、その文言を入れられないみたいなふざけたことじゃなくて、自分たちの政党の中であるべき道をやっていかなきゃいけない、そのために一人一人が強くなるしかないなと思って。保守でもないっていうのはね、よくおっしゃってますよね。何なんですかね、なんていう、ジャンヌ・ダルクはもう使いませんから今後は、そのスタンスってなんだろうみたいな、ちょっとニュータイプですよね、言ってみれば。嫌いなんですよ、こうあるべきって何かを決められるのは。お前は保守なんだからこう考えるべきだとかって言われるんだったら、私はただの私であって、いろんな考え方が必ずしも 100% 政策が一致する政治家なんかいないじゃないですか。いたら私こんな割に合わない政治家なんて仕事しないで、その人に任せます。でもそうじゃないから政治家をやってるわけで、それはやっぱりその違う考えを是々非々でやっていく、それを皆さんに見てもらって、8割合うからこいつにしてみようかなとか、2割しか合わないやつしかいねえから俺立候補しようかなとか、そういうこう是々非々なんで、あんまり なんか色つけずにほっといていただけるのが一番、自分自身が求心力になるみたいな、イメージですよね。誰かに寄り添うとかいうよりね、今のお話を伺ってると、ただあんま注目しないでください、どうですか、そもそも何をやりたくて政治家になったのか、何を目指しているのかっていうところはどうですか。世の中理不尽が多すぎるんです、小さなことから大きなことまで、正直者がバカを見るのは嫌だし、理不尽なこととかこういうもんだからって言われてるおかしいことを全部本当にって言って一個一個メス入れて変えていきたいです。
アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。